大嵐駅は、静岡県浜松市天竜区三作墓町奥良家にある、東海旅客鉄道伊田線の駅である。所在地は、静岡県浜松市ではあるが、愛知県北下良郡豊根村富山地区の玄関口とされる。静岡県イコール、愛知県境から約50メートル静岡県側にあり、佐久間湖に架けられた高の巣橋を渡ると、富山地区である。 豊橋方の大原トンネルは5063メートルあり、飯田線で最長のトンネルである。ホームホームと駅舎島式ホーム一面二線と側線を持つ地上駅。警報器のついた構内踏切が平岡方面にある。中部天竜駅管理の無人駅である。1955年に佐久間ダム建設に伴って飯田線。 佐久間大嵐間の経路を変更した際に、従来の線路よりも山側に、駅の位置を移設した。これは1942年9月27日に、豪雨で、プラットホームと駅舎が、天竜川に崩れ落ちる事故が発生した経緯があり、ダム湖の水変動の影響も懸念されたことから、防災対策として移転されることになったものである。旧駅は、 大原トンネル出口のすぐ川側にあり、新駅と同様に、島式ホームを備えた駅であった。大原トンネル出口から大嵐市トンネル入り口までは106メートルしか、なく、大原トンネルの出口付近64.2メートルと、大嵐市トンネルの入り口付近54.5メートルを、拡幅断面として、トンネル内に分岐器とプラットホームの一部を設ける構造となっている。 1997年に、富山村が、地方交付税など、約3800万円を用いて、新駅舎を建設した。川上幸雄村長が主導して建設が計画され、建設費は、富山村の一般会計予算の約5%に当たる。築約60年の旧駅舎が、同年4月に取り壊されると、 飯田戦前戦開通60周年記念日である8月20日に新駅舎の完成式が開催され特別列車などで訪れた観光客らも式典に参加した JR 東海の施設ではなくと米村の施設であるため厳密には駅舎ではなく休憩所と定められておりみんなの休むところという名称が付けられている駅舎は東京駅をモチーフとしており 赤レンガを模した不燃パネルなどが用いられている。駅舎の延べ床面積は56平方メートルであり、約2万平方メートルある、東京駅の約1、300である。内部には、富山郵便局と富山村森林組合が寄贈した木製の机や椅子が設置されている。内部には、富山村の俳句愛好家が設置した、トーク箱や、来訪記念ノートなども設置されている。 トイレが、駅舎横にある。静岡県統計年間を呼び、浜松市統計所によると、近年の1日平均乗車辞任は、以下の通りである。駅前風景駅は、静岡県浜松市天竜区にあるが、愛知県北下良郡豊根村富山地区への、玄関駅となっている。駅前にある高野巣橋を渡ると、豊根村富山地区となる。 とても山深い場所に位置し、駅周辺には商店はなく自動販売機もない。道路による立ち位置とのアクセスが非常に不便であるため、新聞輸送や郵便配達に飯田線の列車が用いられている。新聞は豊橋駅発の下り始発列車で運ばれ、郵便物は宛先が愛知県側であっても静岡県の日本郵便天竜郵便局によって行われており、 社員は、郵便物が入ったリュックを背負い、電車から降りると、駅前に止めてあるバイクに積み込んで配達に向かう。特急、イナロが、臨時停車したことがある。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。